クリミア戦争、クリミア戦争、クリミア戦争は1853年から1856年の間、クリミア半島などを舞台として行われた戦争である。フランス、オスマン帝国及びイギリスを中心とした同盟軍及びサルデーニャとロシアとが戦い、その戦闘地域はドナウ川周辺、クリミア半島、さらにはカムチャツカ半島にまで及んだ。 近代史上稀に見る大規模な戦争であった。この戦争により更新性が露呈したロシアでは抜本的な内政改革を余儀なくされ外交で手腕を発揮できなかったオーストリアも急速に国際的地位を失う一方国を挙げてイタリア統一戦争への下地を整えたサルデーニャや戦中に工業化を推進させたプロイセンがヨーロッパ社会に影響力を持つようになった。 また、北欧の政治にも影響を与え、英仏艦隊によるバルト海侵攻に至った。この戦争によって、イギリスとフランスの国際的な発言力が強まりその影響は中国や日本にまで波及した。19世紀中頃にナポレオン以後のヨーロッパ社会に比較的長期の安定をもたらしたウィーン体制が、各国の利害関係の複雑化などから揺らぎ始めた。 やがて広大な領地に異なる文化や宗教を唱える民族を多数抱えるオスマン帝国のような多民族国家では非支配民族を中心にナショナリズムが台頭するようになった。中でもボスニアやヘルツェゴビナは民族的にはスラブ系でも宗教的な支配層はムスリムであり、そして非支配層はキリスト教徒が多数であったため、また工業化がほとんど進んでいない。 この地域では人口の大多数が封建領主に搾取される頻度であったため、たびたびセルビアやモンテネグロの反オスマン運動の宣伝に使われた。オスマン帝国は近代化よりもまずはこの地方の安定化を優先させることを意図して、キリスト教徒の非支配層にある程度の平等を宣言して税制の公正化を図るなど問題の解決に奔走していた。しかし、 1848年からの一連の革命を木に起こした運動が失敗したために、濃度状態の農民がさらに悲惨な状況に追い込まれることを危惧したオスマン帝国は不安定ではあるが、再び支配権が確立された後に、この地域への農業改革、自作農家を求めた。これに対して支配層のムスリム貴族たちが反対したために、オスマン帝国は1850年に、 ドナウ方面軍司令官、オメルパシャを派遣して反対派をサラエボから追い出して一時的に秩序の回復に成功するが、放棄した農民の武装解除には至らなかった。ロシアとオスマン帝国の直接の対立の発端となったのは、オスマン帝国が支配していたエルサレムをめぐる聖地管理問題であった。フランスのナポレオン三世が個人的な名声を得るために、 国内のカトリック教徒におもねって聖地管理権を獲得すると聖教会を国教とするロシア皇帝に古来一世がこれに反発した。ロシアは聖教徒の保護を口実にしてオスマン帝国全土に政治干渉しこれがモルダビアとアラキアへの兵力投入につながっていった。1852年にモンテネグロ公は ロシアとオーストリアの賛同のもとに制定した新憲法にオスマン帝国が反対したことを理由に拒兵し、同年にヘルツェゴビナ東部で発生した農民反乱を支援してオスン帝国軍を攻撃し始めた。地の利があるモンテネグロがヘルツェゴビナから越境攻撃を繰り返すゲリラ戦を展開する一方、これに苦戦を強いられたオスマン帝国側はによってスクタリから武器を買い付けて、 ボスニア人ムスリムに流すことによって対抗した。こうして戦況は次第に泥沼化していった。モンテネグロはセルビアからの支援を受けて前線するも兵力の上で圧倒的に不利なため、1852年12月にオスマン帝国がアドリア海に艦隊を派遣するとロシアからの助言のもとに和平交渉の準備に入り、1853年1月に ダニーロ一世のおじにあたるカラジョルジェ・ペトロビッチが使者としてサンクトペテルブルクに赴いてロシアにオスマン帝国との仲介を依頼した。一方で戦線の拡大を望まないオーストリアもオスマン帝国との講和を打診するものの2月からの交渉においてオスマン帝国とモンテネグロとの双方が講和に合意するには至らなかった。これに加えてアルバニアで フランスの支援を受けたオスマン帝国軍の前にモンテネグロが大敗北を起死した。モンテネグロがこのような危機的状況に陥ったことを受けてハンスラブ主義を掲げる帝裁上バルカン半島を無視できなくなったロシアはプロイセンを仲介としてオスマン帝国に施設団を送って総に停戦を合意させた。この時点でロシア皇帝ニコライ一世はこの問題に関して オスマン帝国と対立する側に立てば、必ず、英国やフランスとも対立することになるにせよ、オスマン帝国領を分割することで妥協できると、踏んでいた。この認識が、ロシアの強気の行動を助長することにつながった。しかし、外相カール・ロベルト・ネッセル・ローデが苦言を呈したように、利関係が、複雑化してしまっている以上、いたずらに各国の疑惑を呼ぶような行為は賢明で、なかった。 ニコライ一世としては、イギリスについては、首相が第二次ピール政権で外相として、恩恵外交を展開した、ロシア寄りのアバディーン博だったので、関係は悪化しないだろうと踏んでいた。一方のオスマン皇帝アブデュルメイジと一世は、第二次シリア戦争、第二次エジプトオスマン帝国戦争で味方してくれた、当時の外相だったパーマストン施策が内相として、アバディーン政権の閣内にいる限り、 イギリスは援護射撃をしてくれるだろうという勝手な期待を抱いていた。アバディーン内閣は連立政権であるため首相を支持する一派はロシアに同情的でありながらもクラレンドン外相やパーマストン内相はフランスと組んでロシアと対決すべしと考えていたため外交方針が定まっていなかった。本来イギリスはロシアとオスマン帝国フランスが支援といった 関係国を仲裁しうる大国だったにもかかわらず、閣僚間の足並みの乱れから統一した外交政策が取れずにいた。さらに、選挙法をめぐっても政権内部が分裂要素をきたしていたために、紛争当時国の中解役をする状態になかった。よって、ロシアとオスマン帝国の両方がイギリスの支援に勝って泣きたいを抱いたまま、紛争が拡大していった。 1853年2月末にロシアは、オスマン帝国に特使を派遣するが、選ばれたのは、経験豊かな外交官、ミハイル・オルロフではなく、オスマン帝国嫌いの軍人だったため、不安になったネッセルローでは、方針はあくまでも不戦であると釘を刺した。3月に、イスタンブール入りしたメンシコフは、まず、オスマン帝国最大の再建国だった、フランスの干渉を退けることに努め、 交渉相手がフランスよりのムスタファレシとパシャである限り交渉に応じられないと堅くなに拒否し続けたことからオスマン帝国側は何度も交渉役を変更せざるを得なくなった当初から難航が予想されたが4月にオスマン帝国が領内の正教会信者つまりスラブ系民族の生命と財産を保障するのであればロシアは国際的な危機からの安全を保障するという合意が 成立した。ところが、この合意の中には、スラブ継承人に対する特権の付与なども含まれていたため、完全にないがしろにされたフランスが猛烈に抗議し、様々な妨害工作を行った。エルサレムをめぐる聖地管理権問題はこの一環と言われている。また、この時期に、ロシアがセバストポリで国会艦隊に戦闘準備をさせ、オデッサで陸軍の大部隊が編成され、 海軍のコルニーロフ大佐が突然ギリシャに派遣されたという情報がもたらされたため、中イスタンブール英国大使ストラトフォード・カニングはフランスと組んでスルタン・アブデュル・メジと一斉様々な圧力をかけ、ついには金閣湾に軍艦を並べて砲撃を行うなど強引な手段に出たことから、オスマン帝国はロシアの提案を断ることになった。こうしてヶ月に及ぶ交渉は、 失敗に終わり、6月にメンシュコフが帰国すると同時にロシアとオスマン帝国は国交を断絶した。この間、オーストリア外相、プオールを中心としたウィーンで開かれた国際にも議定書を作成したものの最終的に失敗に終わった。この4ヶ月後の10月に両国は開戦した。1853年7月、ロシアは オスマン帝国の総主権の下で自治を認められていた、モルダビア、ワラキア、現在のモルドバトルーマニアの一部に進軍した。あくまでも解放を目的としていたことから、ロシア側は戦線布告なしに行ったが、戦闘になることを回避したい。オスマン帝国側は、ドナウ川南岸に軍を進めたものの、再三にわたって、撤退勧告を繰り返すに留めた。しかし、9月に、 最後通帳も無視されたことから、オスマン帝国軍は10月に戦線布告なしに、ドナウを溶かし、ブカレスト郊外の数カ所の前哨拠点を攻撃した、ことをきっかけに改戦となった。装備の上で勝っていたロシア軍は、砲兵部隊をドナウガ子に集中させて、オスマン帝国軍の河川艦隊を破ると、勢力を盛り返して、ドナウを越えて南下した。さらに、ギリシャの義勇兵が北上し、 手薄になっていたオスマン帝国領内のマケドニアやブルガリアでロシアの援助を受けた反オスマン帝国組織が反乱を先導したためオスマン帝国軍はバルカン半島で攻撃される形に追い込まれたこの状況にあてたイギリスとフランスはギリシャに撤退を求めるが中央政府の権威が大きくないギリシャでは戦線に身を投じるイサム兵が後を絶たなかったついにフランスは 巡洋艦を派遣して、ギリシャ義勇兵への武器を積んだ輸送船をテッサロニキで撃沈し、イギリスもアテネの港湾ピレウスを封鎖して圧力をかけたため、ギリシャは義勇兵の援助を打ち切らざるを得なくなった。これにより、ハンオスマン帝国を掲げた反乱は各地で鎮圧され、特にロシアが力を注いだ、ブルガリアの反対派組織は徹底的な弾圧を受けて海にいたり、 再び盛り返したオスマン帝国軍がロシア軍をドナウイ北にまで押し戻すが両軍ともに決定力に欠いたため戦線は膠着状態に陥ったロシアの過大な要求に不満と懸念を抱いたフランスとイギリスだったが本格的に参戦するつもりはなかったところが1853年11月国会南岸の港湾都市シノープで停泊中だった オスマン帝国艦が少数のロシア国会艦隊に奇襲され、艦船のみならず港湾施設まで徹底的に破壊されるというシノープの海戦が起きたため状況は一変した。これは国会艦隊の偵察に気づいていながらイスタンブールに援軍を要請する以外に何も行わなかったオスマン帝国側の明らかなミスだったがあまりにも一方的な攻撃だったため 各国のメディアはこれをシノープの虐殺と報道した。これにより、イギリスでは、世論が急速に対ロシア教皇論へと傾き、フランスと共にオスマン帝国と同盟を結んで1854年3月28日、ロシアに宣戦線復刻した。イギリスがヨーロッパへの大規模な遠征軍を編成したのは、ナポレオン戦争から第一次世界大戦までの100年の 間でこの一度だけだけった。当初、同盟軍は軍隊を国海西岸のバルナ、現在のブルガリア東部に上陸させて、オデッサの攻略を目指したが、突如として、オーストリアが国境線に部隊を配置して、同盟軍のバルカン山脈以北へ進軍を阻止したため、攻撃目標は、ロシア国海艦隊の基地がある、クリミア半島の要衝セバストポリへの変更を余儀なくされた。 しかし、主力のイギリス・フランス軍ともに、現地の事情に疎く、クリミア半島に部隊を移動させた直後から、現地の民兵やコサックから昼夜を問わず奇襲を受け、フランス軍に至っては、国会特有の変わりやすい天候について調べていなかったため、停泊中の艦隊が嵐に巻き込まれ、戦う前からその大半を失っていた。この後、フランスでは気象に関する研究が、盛んになる。 ロシア軍は指揮の面で不備が多く、では、地の利があるにもかかわらず、実戦経験豊富なフランス外人部隊と、戦闘権を要するスコットランド連隊の前に敗れて、セバストポリへの進軍を許してしまう。一方、同盟軍は、情報の重要性に気を配らなかったことから、フランス語の堪能な、ロシア人士官が化けた偽指揮官たちによる、格乱工作により、 バラクラバの戦い屋ではかろうじて、ロシア軍を尻けも被害が著しく、セバストポリを前にして立ち往生する羽目になった。ロシア軍は、英仏艦隊から直接セバストポリを砲撃されないよう案内に、国会艦隊を自沈させ、陸上でも、ボールを設けて、街全体を要塞化したため、同盟軍は残豪を掘って包囲戦を展開する、以外に手がなく、イギリス軍は、 化学兵器、一説では硫酸ガスではないかと言われているまで使用した予想外の長期化により戦死者よりも病死者の方が上回り戦争を主導したイギリス国内でも沿線ムードが漂っていた。最終的にサルデーニャ王国がピエモンテに駐屯する精鋭1万5000人を派遣て同盟軍に行く見したことにより町は3日に及ぶ 総攻撃の末にナヒーモフもコルニーローフも戦死し、1854年9月28日から始まったセバストポリの戦い、セバストポリ後為戦、セバストポリ防衛戦は1855年9月11日に陥落を見て決着した。しかし、この時点ですでにイギリスでは戦費の過剰な負担が原因で財政が破綻し、アバディーン内閣は 国民の支持を失う。政権を支える、庶民院院内総務ンラッセル卿の辞任が引き金となって各は、総辞職、外省時代に、脱腕外交ぶりを発揮していた、パーマストン内省が後を継いでいた。セバストポリ陥落直後に、ザカフカースの幼少カルス要塞が、ロシア軍の前に降伏したことから、事実上の戦勝国はなくなった。 パーマストン首相はもう少し戦争を継続して、イギリスに有利な状況で終わらせたかったが、フランスのナポレオン三世が世論を受けてこれ以上の戦闘を望まなかった。フランスの陸軍を頼りにしていたイギリスは、単独では、ロシアと戦えなかった。結局両陣営は共に、これ以上の戦闘継続は困難と判断した。時を同じくして、ロシアでは、 ニコライ一世が死去し、新たに即位したアレクサンドル二世は、かつてのオスマン帝国の全権特使であり、ロシア軍の総司令官であるメンシコフを罷免した。こうして同盟国側と和平交渉が進められていった。もっとも明確な戦勝国のない状況で始められたパリでの講和会議は、戦争終結に貢献したということで発言権を、マシタサルデーニャ王国のカミロカブールの ロビー活動によりハプスブルク批判に終始し、結局は大まかなところで戦前の大国間の立場を再確認するにとどまり、開戦当初に掲げられたポーランドの解放やバルカン諸国の安全障りなどは完全に無視された。こうして1856年3月30日にオーストリア帝国とプロイセン王国の立ち会いのもとでパリ条約が成立した。 多くの歴史学者が認めているように、この戦争で産業革命を経験したイギリスとフランス、産業革命を経験していない、ロシアの国力の差が歴然と証明された。玄関技術、武器弾薬、輸送手段のどれをとっても、ロシアはイギリスとフランスよりも、はるかに遅れをとっていたのである。クリミアでの戦闘は、北欧においても、転換期となった。 スウェーデンはロシアからのフィンランド奪回の意図を講じ、参戦を計画した。これはナポレオン戦争以後のスウェーデンの武装中立主義を覆すものだった。イギリス、フランスもスウェーデンの政策を支持し、バルト海に艦隊を派遣した。1854年に英仏艦隊はバルト海に侵攻し、フィンランド沿岸を制圧する。しかし、 スウェーデン議会は戦争への介入に消極的で当初は中立を宣言した。しかしこの中立は英仏にとって有益なものとなり、スウェーデン領であるゴットランドの海港を軍事基地として利用ることができた。英仏艦隊はフィンランド領となっていたオーランド諸島に迫っていたため、フランスよりオーランド諸島の占領をスウェーデンに打診したが、スウェーデン王オスカル一世は、 ロシアが嫌いを使用したことを憂慮し慎重な姿勢を取ったため、オーランド諸島奪回の後期は失われてしまった。1855年に入り、クリミアでの戦闘がロシアの敗色濃厚となると、スウェーデンは直接参戦の意思を露にする。しかし、スウェーデンの参戦は時期を逸していた。セバストポリの陥落とスウェーデンの参戦はロシアに和平を促すきっかけとなり、 英仏艦隊はバルト海から撤退した。結局スウェーデンは何の利益を得るところもなく戦争は終結した。なお、スウェーデン人が主体を占めるオーランド諸島は列強諸国によるパリ条約において国会同様非武装地帯とすることで合意を得たがフィンランド独立後に貴族問題で揺れ、結局1921年にフィンランドの自治領になることが決定された。 太平洋側のロシア極東にも戦争は波及した。フランス海軍とイギリス海軍の連合は1854年8月末、カムチャツカ半島のロシアの港湾、要塞であるペトロパブロフスク・カムチャツキー攻略をメロンだ、ペトルパブロフスク・カムチャツキー包囲戦。英仏連合軍は盛んに砲撃を行い、同年9月に上陸したが、陸戦で大きな犠牲を出して撤退した。 英仏連合は兵力を増援したが、再度攻撃をかけた時には、ロシア軍は撤退した後だった。ロシアの守備隊は1855年の初頭に、雪の中を脱出した。この戦いと、並行して、エフィムプチャーチン海軍中将が日本との開国交渉に当たっていた。プチャーチンは、海戦前に、ロシア本国を出発し、1853年8月に、 長崎に到着。外交交渉に着手していたが、交渉が長引く中で、英仏両国との海戦の情報に接し、東シベリア総督、ニコライ・ムラビオフとも、協議の上日本との交渉を続行。英仏の艦隊との遭遇、交戦の危険を控え、1854年12月には、安政東海地震により、上官ディアナ号を喪失するも、1855年1月に、 日露は新条約の締結に成功している。また、プチャーチンが長崎に入港中との情報を得、英国東、インド、中国艦隊司令、ジェームズ・スターリングは、それを補足すべく、長崎に向かった。到着時にはすでに、ロシア艦隊は、長崎にはいなかったが、英国とロシアが戦争中であること、ロシアがサハリン及び、千島列島への領土的野心があることを警告し、 幕府に対して局外中立を求めた。スターリングは外交交渉を行う権利は有しておらず、かつ本国からの指示も受けていなかったが、長崎奉行、水野忠則は条約締結を提案し、1854年10月14日に日英和新条約が調印された。日本の北方でロシア海軍との交戦を行うためには、日本での補給を可能にすることには、 大きなメリットがあり、本国も追認した。新興国で大きな海軍も有していないアメリカが、この時期、ペリー提督を派遣して、日本に対して法官外交を展開できたのは、この戦争によって、欧州列強の関心が日本を含めた東、アジア地域にまで及びなかったことも、理由の一つである。この戦争で、フランスでは政府の命令を受けて、 パリ天文台大長のルベリエという学者が暴風雨の研究を行い、これが今日の天気予報という学問のジャンルの起源になった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。